今回もキックの練習動画です。練習前に CLA、EGCG、 マルチビタミンを取って、アルギニン、シトルリン、リジン、アセチルカルニチン等を取ってます。情熱を注ぐものは人によって様々ですよね。僕だったら格闘技とかウェイトトレーニング、フィットネスなんですけど、人によってはそれがサッカーだったり野球だったりしますよね。耳をすませばっていうアニメ映画が好きだったんですが、小説家を目指す女の子とバイオリン職人を目指す男の子の物語で、その10年後が実写化されることになりましたね。10年後どのようになっているのか、2人はまだ夢に情熱を注げているのか、夢を追っているのかが気になりました。僕はその映画を見てから10年以上が経っているのですが、未だに情熱を注いでいます。でも何度も心が折れかけました。試合に負けた時に、センスねえな、弱っ、そんなに良いのにまだやるんですかとか言われたりして落ち込んだりしましたが、もうちょっとだけやってみようと思って未だに情熱を注いでいます。あなたが今情熱を注いでいることは何ですか？もしくは情熱を注いでいたけど諦めてしまったエピソードはありますか？もしよかったら教えてもらえると嬉しいです。それでは最後に練習動画に移ります。
めっちゃ弱いよ今。ちょっとやめてください。